マハチからは、ロシア連邦南部に位置するダゲスタン共和国の首都、カスピ海に臨む。人口は、約46万人。カスピ海有数の大きな港を有し、石油生成など、工業も盛ん。約80キロ北西に、ハサビウルと150キロ北西に、チェチェン共和国のグロズヌイが位置している。 1844年に要塞が築かれた際、1722年に、ここを訪れたと伝えられる、ピョートル一世にちなんでペトロフスコへと名付けられた。1857年には、ペトロフスクポルト氏となる。1921年、ダゲスタンの革命家であるマハチダハダイフの名前を取って、マハチからと解消された。 1970年5月14日に地震に襲われ大きな被害を受けた。2011年にロベルト・カルロスやサミュエル・エトウの獲得など大型補強で話題となったサッカークラブアンジ・マハチからのホームタウンでもある。ロシア国内において治安が悪い都市の一つ。2013年5月25日には 内務省の建物付近で自爆テロが発生し、一人が死亡、14人が負傷した。欠片の気候区分では、ステップ気候に区分される。雨が降る日は多いものの、降水量はそれほど多くない。冬は気温が低く雪や雨が多く、日照時間も少ない。夏は気温が上がり、日照時間も長く晴れて乾燥することが多くなる。 ダゲスタン内務省近くで、女が、自爆攻撃、14人、負傷1人死亡。アフップブニュース、http www.afpbb.com スラッシュアーティクルスラッシュ war-unrest スラッシュ2946233スラッシュ108049312013年5月26日閲覧。ありがとうございます。